ラウラ・オルグエイビラは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県バルセロナ出身のスキー選手、スカイランニング選手。クロスカントリースキー選手としては、2006年トリノオリンピック、2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピックに出場した。スカイランニング選手としては、2011年にヨーロッパスカイランニング選手権のバーティカルキロメーター部門で優勝し、 2014年と2016年に世界スカイランニング選手権のバーティカルキロメーター部門で優勝した。2009年にはチェコのリベレツで開催された2009年ノルディックスキー世界選手権に出場し 30km で29位 10km で35位となった。同年にフランスのプロスデリッサムンドで開催された U-23 ノルディックスキー世界選手権では 10km で3位となった。同年にはノルディックスキーのオーパーカップで2位となった。2011年にはスペインのバレンシアで開催されたヨーロッパスカイランニング選手権のバーティカルキロメーター部門で優勝した。2014年にはポーランドで開催されたクロスカントリースキーワールドカップで自己最高位の17位となった。2014年2月に ロシアのソチで開催された2014年ソチオリンピックでは、クロスカントリースキー競技に出場し、30km で10位、15km、スキーアスロンで25位、10km で28位となった。2014年には主競技をスカイランニングに切り替えた。同年にシャモニーモンブランで開催された、世界スカイランニング選手権のバーティカルキロメーター部門で優勝した。 2015年にシャモニーで開催されたヨーロッパスカイランニング選手権では2位となった。この大会では優勝がスペインのパウラカブレース、3位がスペインのマイテマヨラであり、スペイン勢が表彰台を独占した。2016年にはスペインのリエイダで開催された世界スカイランニング選手権のバーティカルキロメーター、部門で2連覇を達成した。この大会では2位が、 スペインのマイテマイオラ3位がスペインのパウラカブレースであり、スペイン勢が表彰台を独占した。ありがとうございます。